丈夫、全然疲れてなんかいません。じゃあ、先輩、ミラノでもゼロ睡眠で合コンやってたじゃないですか。体大丈夫ですか？東十条さんが一日でも早く結婚しようって言うから、つい最後の追い込みに燃えちゃって。もうそれ以上は高望みせんのやめなさいよ。東十条さんなら顔も性格も財産も一応全部クリアしてるじゃないですか。そうですよ、もっともっとお金持ちなんて先輩はどうしてそこまでお金に執着するのか。じゃあ聞くけど、どうしてルックスや性格で男を選ぶのは褒められて、お金で男を選んじゃいけないわけ？身長や顔や性格は生まれながらのものよね。所詮遺伝子と環境の問題でしょ。本人の努力ではどうにもならない不公平なハードルがあるわよね。それは言えてます。でもお金持ちになれるかなれないかは本人の努力次第でどうにでもなるじゃない。先天的な不男でも後天的な努力で勝ち取れるのがお金持ちだとしたら、私の選び方の方がより公平な評価ができると思わない？それはハンサムの遺伝子が好きな女がノーマルで、お金持ちが好きな女が歪んでる？そんなのおかしいじゃない。どの男が本物の金持ちか最短の秒数で正確に見極める。かしこまりました。狙いをつけたら絶対逃さない。目的のためには手段を選ばない、それが彼女。こちらは留守番電話サービスです。お預かりしているメッセージは20件です。もしもし、桜子です。お電話ありがとう。今成田に着いたところなんです。大丈夫、全然疲れてなんかいません。合コンの約束忘れるわけないじゃないですか。すっごく楽しみ。調子いいこと言ってるわ。地上に降りた途端合コンの目増しですからね。桜子、悪いこと言わないからさ。そうですよ、より好みしてたけど。みんなは何歳までに結婚相手を絞り込むつもり？舞ちゃん。私は憧れのスチュワーデスなんてばっかりですし、当分この仕事続けたいですけど。ミサオは30、35。甘いわね。女が最高値で売れるのは27。 27？ そう、27。私の統計では27歳が売り時のピークなの。それを超えたら寝崩れを起こす。27、カウントダウンかかってるわ。さあ時間だわ。週末のシンガポール便は余暇を豪遊するリッチな乗客の宝庫よ。おかげで助かりました。じゃあ大丈夫ですか？お家まで送りますよ。結構です。あのさっきのストーカーですか？いえ、年収と遺産と不動産、愛情で人が幸せになれますか？私はなれないんです。それでは。あの時の桜子さんは幸せそうに笑ってたような気がした。あの時、あのあれは時間のロスでした。でも僕を道草に連れててくれた。あれは私のミスでした。その通りです。今日は助かりましたけど、道であっても二度と声なんかかけたりしないでくださいね。急がなきゃ、次のデートでプロポーズまでこぎつけなきゃ。桜子さん待ってください。東中将さんのプロポーズはどうなったんですか？あれきっぱりお断りしたの。ちょっと東中将さん振っちゃったの？プロポーズまでされてマジですか？もう大輔さんのことしか考えられないの。熱烈なチューンもしちゃったし。でも大輔さんはその辺のガツガツした男とは違うの。馬主で高貴なお方だから。じゃあ男と女は出会ってから1週間が勝負なの。単なる友達、出会った時のインパクトが冷めないうちに一気に決めなきゃ。だらだら恋愛なんかやってたら勢いつかないじゃん。お家に上がり込んでご両親にご挨拶できなかったのが惜しかったけど、でもあそこで東十条さんが現れたのは悪い展開ではないわね。私と結婚したがってる男性を目の前にちらつかせるのはプロポーズへ早めるいいチャンスかもしんない。神野君、助けてもらった大輔さんに。しょうがなかったのよ、偶然通りかかったからバリアにしただけ。そんな、桜子さんはいいかもしれないけど大輔さんの気持ち。何も気になってんの若葉ちゃん。いや別に。そっか、家近所なんでしたっけ。じゃあこれからもちょくちょく顔合わせるかも。ああやだやだ、あの魚屋の前だけは避けて通んなきゃ。どうせ借金だらけだろうから夜逃げでもしてくんないかね。
ひどい。私な、またまた、キスには2種類しかないの。お金持ちのキスと貧乏人のキスはロス、ミスはミス。時間厳守です。全てのサービスにおいては、さすが先輩ですね。転んでもただじゃ起きないというか。そうね、宮脇君昔からスポーツが得意だったから、きっと反射神経がいいのね。え、まあまあ多少はね。桜子にはそういう経験あんだ。まだ子供だったから人間の価値が何たるかはまだ分かってなかったのよ。無知って怖いわよね。あなたりって感じですね。やっぱり人を幸せにしてくれるのはお金よね。憧れなんていうのはおまけ。おまけ。おしぼりは十分温かく、フルーツジュースには原則として氷を入れない。とびっきり爽やかな笑顔、これでいかがでしょうか。帰る家も本当になくなっちゃったし、これでよかったのよ。私全然後悔なんかしてない。だってあの家が嫌だから、あんな貧乏な生活が嫌だから、ここまで一人でやってきたんだもん。私うまくやったじゃない。一番欲しかった夢がもうすぐ叶うんじゃない。だから全然平気。お金より心が大事なんてみんなは言うけど、私そんなの信じない。たった一つの大切なものなんて私には分からない。今の私には東十条さんとの結婚以外大切なものなんて何もないの。この結婚しかないの。だからもう後ろは振り返らない。絶対に。私はうまくやったのよ。きっとあなたの辛いことを全部忘れられる日が来るから。必ず来るから。ああそうだ、ファインマンは、物理学者のリチャード・ファインマンはこんなことを言ってます。数学や物理というのは神様のやっているチェスを横から眺めて、そこにどんなルールがあるのか、最初からそんな法則はないと思うこともできます。この宇宙で起こっていることは全てデタラメで、意味のない出来事の繰り返しばっかりで、だとしたら数学者たちは何もすることがなくなってしまうんです。触れ合うことができた。ひょっとしたら人と人が出会うこともそのルールにのっとってるのかもしれません。もしそこに何かのルールがなかったら、関わり合うことも言葉を交わすこともなかったはずなのに、僕たちがこうして集まることができたのも。そして今日